ようございます。よろしいでしょうか。失礼します。申し訳ありません。私、気が利きませんでした。ドクターのメイドになると決めたのに。気にしないでください。朝食の支度をいたします。お待たせしました。飲み物は紅茶でよろしいでしょうか。すみません。在庫が切れてしまって。予定では明日運搬船が来るはずなのですが。この騒ぎではどうなるか。ドクター、今日の予定はどうなさいますか。では、本日は休ませていただきます。何かあったのですね。緊急事態ですか。脅かさないでください。
私が一緒にいた方が。ドクター？もう。あ、ドクター遊びに来てくれたの？なんだ、暇してたのに。なくなっちゃってたのよね。鍵ならジェーンの机の下に落ちてましたけど。ディアナ、私が預かってますね。いいから、ディアナは鍵を取ってきて。はい。ドクター、お願いがあるんだ。あのね、鍵、ドクターが拾ったことにして。私が持ってましたっていうのもちょっとね。そういうのはいけないと思います。あはは、今度だけね。ジェーンがそう言うなら。ドクター、さっきのことお願いね。グラッツェ。Thank you.
またお前か。ちょっと待ってろ。で、お前は何をしに来た？操ってるわけではない。やつらどういうわけか、俺の意思には従うらしい。そんなことよりお前だ。危険を承知しながらなぜ何度も俺の前に現れる。ことと次第によっては撃つ。続きを話せ。それが俺と何の関係がある？お前らが昨日話していたあれか。お前は何を見てきた？だからこの俺に話を聞こうと思ったのか。残念だが、奴らは違う。俺はこの島で何十年もこの暮らしを続けているが、奴らは俺が来る前から町に住み着いてた。荒れ果てたあの町に戻ってきた時、無人のはずの建物の地下に奴らがうごめいているのを見て、
俺は亡霊の類を目の当たりにしたかと思ったものだ。だが、奴らはそんなものではなく、どういう方法でか確かに生きてるらしい。奴らが何なのか、俺にもさっぱりわからん。ただ、今度のようなことは初めてだ。奴らは屋敷の中の何かに反応して動いてる。まるで引き寄せられるように。魔物に見入られた招かれ人のように。いや、そうとも限らん。テオは同じことを繰り返そうとしているのだ。50年以上前のとっくに終わったはずの悪夢。お前たちの話を聞いて俺は確信した。あの時と同じだと。生き延びるためか。今度もまた自分だけが生き延びるためなのか。テオ・パドリーノ、貴様はどれだけ切り刻めば気が済むんだ。くそ。悪かった。お前はもう帰れ。そして二度と会いに来るな。それにたとえ来たとしてももう無駄だ。俺は手を。帰れ。俺はお前の役には立てん。何？面白いことを言う男だな。日本人。俺は昔日本人に救われたおかげで生きている。遠い昔のことだ。お前も。あの時の大使館の男たちも、日本人はみんな、だな。Thank you.
こんな時間に。少しお話ししてもよろしいでしょうか。はい。紅茶でもお入れしましょうか。お次します。つもりでしたから、今思うとなんか恥ずかしい気分です。私少しツンツンしてましたよね。それほどでもなかったはずですが。信用できたのかな。とても素直な方だと思いましたから。こんな感じでしたよね。それは多分ドクターと私の距離が縮まったから。言いますね。私もドクターがとても優しそうに見えます。1フィートまでなら。ちょっと近づきすぎです。しょうがない旦那様ですね。私口説かれてるのでしょうか。ずいぶん突然ですね。私、お話があってきたんですけど。意地悪ですね。もう やっぱり優しいですね。
けじめはつけましょう。でも今夜だけは許してあげます。もういいんです。なんとなく答えが出たような気がするので、私どうして自分がメイドにこだわってたのか、それがわからなくなってたんです。この島に来て最初のうちは単純に薬を取り戻すことだけを考えてました。でも自分の理解を超えることばかりを見続けて、わかってたんです、自分一人ではどうにもできないってことは。兄がどこかで生きていて私を助けに来てくれたらと、もう何度も思いました。その度にますます一人でいる現実を思い知らされて寂しかったんです。何かに縛られてないと魂が溶け出してしまいそうなほど、霧に閉ざされた海、何もかも溶かしてしまう夜、私の魂は今もあの海を漂い続けているのかもしれません。